今でもドンロンスーが好きなのか。嘘だろ、ずっと覚えてたのか、パイモンが言ってたことを。もちろんだ。父がこのことに関心を持たないわけがないだろう。小さい頃、お前は私の肩に乗って重武劇を見に行くのが大好きだった。毎回帰り道に腹が減ったとか焼き菓子が食べたいと騒いでいたな。屋台ごとに二つずつしか買っていなかったというのに、いつの間にか町中の屋台を全部回っていた。一回おごってくれたことがあっただろう、お前のお小遣いでな。覚えてるか。ああ覚えてるぜ。あれが人生で食べた一番うまいドンロンスーだった。また食べに行こうぜ。その店ならまだあるし、道も覚えてる。今回も俺のおごりだ。いいのか？あっ